はい、億万長者合宿シリーズが一つのピリオドを迎えて、ソナチネからブラザーに変わりました。まあでもね、やってる内容は変わんないんですよ。1000話ずつの区切りっていうねところであって、まあこのぐらいコンスタントに続けることができれば他のどんなこともできるかなと思うんですけども、まあ問題なのはね、好奇心のままに生きていけるかってことだと思うんですよ。お金を稼いだところで消えない好奇心であると思うんで、それに素直に準じていけばね、まあ、そもそもお金にならないことを好奇心のままできることが本当の人生だと思うんで、これ、金にならないことだったら時間の無駄って考えられてるうちはまだお金にね、支配されてる段階かなと思いますんで、必要なお金ってみんなそれぞれ違うと思いますけども、電気代払ったりガソリン代払ったり食事の代金払ったりとかって暮らすのにはお金が必要になってきますよね。やっぱり誰かに何かお願いするってことになると、その人の時間や人生に依頼することになりますんで、それをね、ただで使い飛ばそうとはなかなか思えないと思いますんで、そこはやっぱりある一定の取引が必要なんだと思うんですよ。まあけどね、本当順番にお金から自由になっていくと、なんかいつかね、みんなしてお金がいらなくなるんじゃないかなって気もしないでもないですけども、だけどもお金の問題解決をほとんどの方がしないまんま夏を過ぎて人生を過ごすとなると、多分もうずっと続くんでしょうね。まあ絶妙な経済のバランスがそこにあるのかなってところもありますし、意図的にその経済のバランスを壊しながら再構築している闇の存在がいるっていうのもね、確かだと思います。特にね、ガソリンの価格が下がるとなんか買い控えが起きるみたいなね、おかしな理屈を言い出すどっかの財務大臣もいるみたいでね、頭いかれてんなと思うんですけどもね、まあこういう人たちってのはね、いろんな理屈をつけながら、もしくは理屈がつかなくったって思い通りにやっていくんでしょう。だから話の通じる相手じゃないんで、もう半ば諦めないといけないってところと、あとはやっぱりね、ガソリン代金が上がってもそんな5倍とか10倍にはならないわけですよ。だったらやっぱり1割増し2割増しになっても大丈夫なように自分の行動範囲をね、金銭感覚を広めていくっていうところの方が実は解決に早かったりするんですよね。だから制度とか仕組みが変わることを願うのも一つ、それは遠い未来にそうなってくれればいいなっていうふうなね、いわゆる他人任せの願望になると思うんですよ。でも自分でできることってのは日々やっていって少しでも前に進めるわけですから、例えば1日1円とか1日10円を稼いでいくってことは不可能なのかなってことを考えるんですよね。いきなり月収100万っていうと途方もない数字に見えますけども、100万円経って1円が100万個積み重なったものですから、じゃあ今日自分の力量で1円を稼ぐことはできないだろうか、10円を稼ぐことはできないだろうかっていう考えた先に、100円のものができたり1000円のものができたりっていう風に進んでいくのかなと思うんですよ。だからお金をね、稼ぎたいって考えてる人がじゃあ1円を稼ぐことをどう思ってるのかなってことですよね。アンケートに答えて1円みたいなやつ私やりますからね、やっぱり、それはなんていうのかな、ながらでできることもやっぱり未だにあるわけですよ。で、ぼーっと過ごす時間も私も持ってるわけなんですよ。だから24時間稼働しっぱなしってよりも、ある時は緩やかにぼんやりしてね、無意な時間を過ごしたりとかするってこともあってね、まあそういう時に手は動くからポイントサイトやっとこうかみたいなところがあったりとかね、いわゆるそういった力の抜いた存在で入れるかどうかってことも大きいのかなと思います。いつもねトップギアで走れるわけではないんで、まあ、私の行動の原理ってのは初速が最大速ってやつなんで、だいたい最初のね1日目でほとんどの勝負がついてると思いますんで、徐々にペースアップしていく人っていうのが大半だと思いますから、初日でトップ集団に入って以来追いつかれそうになったらまた引き離すってことを繰り返していけばいいのかなと思うところなんですよね。まあ先行逃げ切り型ってやつか、全然先行はしてないんですけども、まあそれでもね、自分がどのマーケットに身を置くかによって自分が先頭集団でいるのか、なんか買い集団でいるのかってことです。多分転職市場とかね、どっかの会社に就職しようと思ったら私はもうすごくね、買いの買いだと思うんですよ。まあ、だけども自分でことを起こして自分で発信して自分の事業をやっていくっていうことに関してはまあ続けてられてますからね、10年ぐらいね、まあ先を走ってると思ってもいいのかなっていうところで、今日もよろしくお願いします。